ミュージカルリトルショップオブホラーズに出演させていただきます。オードリー役の日南風です。いや、すごくやっぱり変わってるんですけれどもだけどお茶目でキュートで、恋する相手も変わった人に恋しててですね、そして置かれているその状況も本人もすごいこう変わった状況に置かれてるんですけれども、でも本人は一生懸命生きてて、なおかつものすごくピュアで、だからなおかつ何なんでしょう、だからこそ愛されるんだろうなって思いました。私も見てすぐにオードリーっていう役がすごく好きになりましたし、すごくとにかく変だなって思うことがいっぱいなのに最後は大好きになっている、そんなオードリーなので、私も愛されるオードリー目指して頑張りたいと思います。この作品何が見どころと言いますと、ミュージカルナンバーすべて一瞬にして心をわしづかみにされる楽曲ばかりなんです。アラン・メンケンさんという方が作曲されている曲なんですけれども、もう冒頭から最後までさまざまなミュージカルナンバーで、しかも全部本当に驚くほどワクワクする曲ばかりです。私も、曲のすべて声の色とか全部変えて歌ったりすることになると思いますので、それも自分自身楽しみですし、ホラーなんですけれども、でも絶対にハッピーになる、そんなミュージカルなので、私自身どんな気持ちになるのか皆様と一緒に体験したいと思います。ワクワクしてます。ミュージカルリトルショップオブホラーズ、本当に本当に驚くほどハッピーになる、そしていろいろなサプライズがある、そんなミュージカルです。私もお稽古をすることがまずもう本当に今から楽しみですし、本番もとにかく楽しみたいと私も自身も思っています。皆様もぜひ劇場に遊びに来てください。それでは皆さん、劇場でお会いしましょう。お待ちしてます。